皆さんどうもこんにちは、百鬼夢です。本日もウィルアプリ2020やっていきたいなと思います。本日はですね、1月4日からやってきた CS ガチャ動画撮ってきてると思っております。2021年一発目のガチャ動画ですよ。いやー、今年の運命を変えると言っても過言ではないガチャやっていきたいなと思っております。あ、ちなみに皆さん明けましておめでとうございます。まあ今年もですね、 CS ガチャで月曜日が始まり、週刊 FP 週の真ん中木曜日で盛り上がる、そんな日々がですねやってまいりましたので、まあ楽しみながら爆死の記録をお届けしていきたいなと思います。今年もよろしくお願いいたします。ということで、まずはですねお知らせから見ていきたいなと思うんですけど、はい、一つ目はですね、ラリーガの投票 FP ですね。まあ最近ですね、この投票 FP 系来てるんですけど、まあガチャ引くかどうかは別として、とりあえず好きな選手に投票しておくのはいいと思いますんで、でおそらくガチャ来るのはまあ1月末から2月3月あたりになると思うんですけど、まあまあまあこのあたりも楽しみに待っていきたいなと思っております。で、あとそう、今週もですね25周年のログインボーナスありまして、はい、毎日毎日いろんなギフトもらえますので、絶対にログインだけはしていただきたいなと思います。でさ、ちょっとショックなことに気づいたんですけど、今週はスキル追加ないんですよね。いやー、僕的にはスキル追加が一番嬉しいので、かなり残念でしたね。てかね、コナミさん、もっとスキル追加配ってもいいと思うんですよね。まあ正直ですね、狙いのスキルが1つとかだと10枚なんてすぐ消えちゃいますし、まあスキル追加の効果自体どうせ2020のアップデートでは消えてしまいますので、もうちょっと大盤振る舞いしてもらってもいいんじゃないかなって僕は思ってますね。はい、ちょっと話しとれちゃったんですけど、まあ今週毎日ログインだけはしていただきたいなと思います。ということで、お知らせに関してはそんな感じですかね。で、あとはですね、木曜日のアイコニックガチャ、これもですね確定しまして、今週はですねトッテナムのアイコニックが来るみたいですね。まあクラブセレクションに合わせた形だと思うんですけど、これはメンツと能力値じっくり見て判断かな。まあ中身がですねまだわからないのと、リバプールやですねバイエルンと比較するとそこまでって感じにはなりそうなので、まあまあまあ、でもね、新規のアイコニック全部を打ってのは難しいと思いますので、まあこういう週があってもいいんじゃないかなと思っております。まあトッテナムサポーターの方とかはコイン貯めておくのもいいかもしれないですね。はい、ということで、そんな感じなんですけど、今週 CS ガチャしっかりと来ております。はい、今週はですね、先週プレミアの激アツ4クラブが来たんですけど、そっからのですねマンチェスターシティトッテナムということで、いやー最高もう一言に最高って感じで、まあ女優に例えるなら川口春奈さんと、吉高由里子さん、そんな感じ。いや、このね吉高由里子さんの例え意外とマッチしてるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、まあシティで言うと、まあとにかく安定感がえぐいって感じですかね。まあデブライネ、スターリングあたりは当たりですし、まあロドリですかね。注目はこの選手、この選手はアンカーの中でも最高峰に強いので、当てたい方すごく多いんじゃないかなと思っております。で、あとはですね、実は初期走行値低いんですけど、ナタン・アケー選手、いや、このアケーもね結構強いんですよね。まあディフェンス能力安定していながら、スピード瞬発がめちゃめちゃ速いので、この選手も当たったら相当いいんじゃないかなと思っております。まあ1月4日ということでね、まあアケーだけに明けましておめ、まあシンプルにいいガチャなので、まあ今週で言うとシティの方がおすすめかなとは思ってますね。で、あとはですねトッテナム、でもねこっちも結構やばいんですよね。で、トッテナムはですね割と当たり外れが激しい印象だなと思ってて、まあソン・フンミンやケインの黄金コンビはもちろんなんですけど、はい、注目はですねこの選手、ダビンソン・サンチェス。いやー強い、いやーこの選手は強いっすね。シンプルになんかクリバリみたいな能力値してるんですけど、まずですねディフェンス能力、ボールダッシュ鬼のように上がってますし、めちゃめちゃ強くて、スピードもですね1レベルで85レベルまで90まで上がってきますので、いやーもう本当に走る鉄壁って感じですかね。っていうところで、ダビンソン・サンチェスに関しては今週2つのガチャの中でも一番注目度高いレベルなんじゃないかなと思っております。で、先週に引き続きですねヌドンベレなんかもいますので、トッテナムもシンプルに魅力的なんですよね。まあそんな感じで、どちらもですね結構ディフェンス陣、特にセンターバックに大当たり選手がいますので、なんかイメージ的には守備補強習慣、そんな感じなのかなと思っております。で、まあガチャ優先の的なところで言うと、どっちもですね魅力的なんですけど、まあ全体の安定感を考えるなら個人的にはシティの方がおすすめですかね。で、シティに関しては無課金美課金でも非いいレベルだと思ってますので、迷ってる方はこっち引いてみたらいいんじゃないかなと思っております。ただですねどちらもですね8名中4名はすでに FP 登場済みということで、結構かぶりリスク、つまり比較リスク高めなんですよね。で、結局ですね比較したらかなり残念な感じになってしまいますので、はい、手持ち次第的なところも多いんじゃないかなと思っております。なので、例えばね以前デブライネとロドリ引いてればトッテナム引こうとか、逆にですねケインソン・フンミン持ってればシティ引こうとか、まあコイン少ない方はそんな感じの判断も大事になるんじゃないかなと思います。ということで、大体ですね今週説明したいことは説明しましたので、僕のガチャ勝負いってみたいなと思います。まあ順番的
的にはシティシティラムで引きましょうかね。でシティで言うと僕ねロドリだけは持ってるんですよね。はい、なので大当たり枠が1人削れてる形ではあるんですけど、まあでもデブライネ欲しいんですよ僕。デブライネマジで欲しい。まあ通常でもいいってみんなの気持ちはわかるけど、あとはですねさっき触れたようにアケですかね。うん、アケはめちゃめちゃ欲しいので、まあアケ当てて新年気持ちよくスタートしたいですね。さあということで行きましょう。一発目お願いします。待って音出てるよね。オッケー、さあシティからお願いします。もう今年一発目ね、もうおみくじ感覚で今年の運勢をレッツゴー。お、いいんじゃない。あーこれはラッポルトか。うわーこれ毎週エージェントでやりたかった。毎週エージェントだったら進化だったけど、センターバックで言うとねどっちかというとアケノが欲しかったですけど、はい、ラッポルトも左利きのセンターバックということで希少性もありますので、はい、ナイスラッポルト、ありがとうございます。うわー毎週エージェントでやればよかった、まだ言ってるっていうね。さあ2回目いきましょう。デブライネかアケ、まあでもスターリングでもアゲルでもいいな。まあとにかくロドリかラッポルト以外ならって感じですかね。レッツゴー。おこれさ、来たんじゃない？よっしゃ！ナイス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 ！いや、これは嬉しい！デブライネ！ありがとうございます！いや、めちゃくちゃ嬉しい！使おう！もう、坊主道使おう！すぐに右サイドハーフで使おう！よっしゃ！これはでかい！ありがとうございます！まあ、デブライネはね、今後8なので、C 固定でも全然使えると思うんですよね。オッケー、ありがとう！ちょっと2021年、比較、つまり被りなしでいけちゃうんじゃないですか？さあ、一発目のガチャお願いします。さあ、ラストだったら、スターリング、アゲロのどっちかかな？アケでもいいか。レッツゴー！お！え、スターリングじゃん、多分これ。これスターリングでしょ。いや、来た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 ！オッケー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 。え？被りなくて？そして、ラポルト？デブライネ？スターリング？今年なんか悪いこと逆に起きそうだね。まあ、アケは出なかったですけど、まあ、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードから一人ずつということで、かなりいい補強できたんじゃないかなと思っております。ということで、この流れ、絶対に絶やすでないぞ。さあ、トッテナム行ってみたいなと思います。で、トッテナムに関しては、ちょっと残念なお知らせがあって、僕、ケインとソンフミ持ってるんですよね。っていうところで、まあ、狙いは、ダビンソン・サンチス、そしてエンドンベレ、対に当てます。2人爆裂狙いでやっていきますので、さあ行きますか。ちなみに新年ね、神社にお参り行っておみくじ引こうかなと思ったんですけど、なんかコロナ対策かわかんないんですけど、くじ全然やってなくて、まだリアルのくじは引けてないですね。さあということで、トッテナム1回目ゴー。お、ん、あ、どうだろう、これは誰だ。さあ、ソンフンミン、はい、世代超えてます。世代超えてんのよ。はい、トッテナム、いきなりの比較でございます。まあ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 、そのリスクもあるのがトッテナムでしたからね。大丈夫だ。いけるよ。絶対に引ける。さあ、2回目いきましょう。トッテナム2回目、お願いします。ダビンソン・サンチェスか、エンドンベレ。いきましょう。頼む。マジお願いします。トッテナム、2回目まあ行きましょう。頼む。マジお願いします。トッテナム、2回目まあおかしいだろ、これは。おい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 、ちょっと待て、ちょっと待て、持ってる2人来るな。今さ、2人は持ってるっていう大前提で始めてんだから、ね、いいのよ。これ持ってなければ神引き。でもね、違うのよ。持ってるのよ。てかなんかこのケインバスケしてるみたいで、なんか可愛いね。はい、ありがとうございます。ラストでございます。神引きしたかった、このトッテナムガチャで、今のところ、何の成果も得られておりません。ただ、僕は、この2年間、いろんな爆死を積み重ねてきた。だからこそ、こんな逆境でも、面構えが違うぜ。さあ、行きましょう！トッテナムラスト！お願いします！新年一発目ラストガチャ！トッテナム3回目行くぞ！お願いします！レッツレッツゴー！の、あるか？さあ、これは？おーはい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 。なるほど。エリック・ダイヤー選手と。なるほど。うん。